はい、どうも加藤です。今回は iPhone の動画撮影でどれだけフルサイズのミラーレス一眼の画質に近づけれるのかというのを検証していきたいと思います。はい、検証のためにこれミラーレス一眼とあと iPhone を同時に動かしてます。こっちがこれがミラーレス一眼、これがミラーレス一眼で、こっちがこれか、これが iPhone です。はい、これが今純正の iPhone のカメラアプリを使ってそのまま撮ってる状態です。で、部屋のカーテンは切って、部屋のシーリングライトも切って照明だけ当ててる状態の撮影がこうなってます。で、これで一旦、部屋のカーテンを一旦開けてみましょうか。これで太陽光が入るんで、今日はちょっと曇り空なんで、ちょっとそこまで強い光は入らないんですが、そうするとこういう状態になります。これでいかがでしょうか。光をコントロールするとある程度画質は良くなると思います。これでいかがでしょうか。で、これで一回照明を切ってみますね。これ照明切ると、このような感じになります。ちょっとざらつきましたよね。特に iPhone の方がざらついたと思います。照明があるないで、画質のざらつきがあるないが変わってくるのは iPhone に乗っている自動露出補正というのが動いているからです。これによって、ISO 感度が自動的に変わっていってしまうので照明を切るとざらついてしまいます。で、照明をつけるとこのように、ある程度ザラつきは抑えることができます。おそらくこれ今 iPhone は ISO 感度1200ぐらいだと思います。でこっちのミラーレス一眼は今 ISO 感度を640に設定してます。なので iPhone の方も ISO 感度を640にちょっと切り替えていこうかなと思います。はい、これで今 iPhone の撮影環境を iPhone の純正のカメラアプリから Moment というアプリに切り替えました。で、今これは自動露出補正が動いている状態です。で、今部屋のカーテンは閉めて照明だけ焚いている一番最初の状態ですねに設定してます。で、この条件で一旦 iPhone の ISO 感度を640に近づけていきます。よいしょ、これで ISO 感度触って、今 ISO 感度がだいたい1400ぐらいで動いてます。離れると ISO 感度上がりますね。なんで離れるとちょっとザラつくような感じですよね。これはしっかりと照明が近づくと照明が当たるからですね。で、これで ISO 感度を一旦655で固定してみます。これでいかがでしょうか。これで ISO 感度同じ条件で撮ってます。あとこれシャッタースピードも60分の1で、同じ条件で撮ってます。あとホワイトバランスや F 値や、あとそもそものこのミラーフルサイズのミラーレス一眼と iPhone の、センサーサイズですよね。センサーサイズがそもそも違うのでどうしても全く一致させることはできないんですが、ある程度近づけることはできるはずです。これでまた一旦カーテンを開けて光を取り入れたいと思います。よいしょ。はい、これでいかがでしょうか。これである程度また近づいたんじゃないかなと思います。あとこの色の感じはまた画像を加工して、修正することができるので、なので ISO 感度を、今655にしてこれぐらいの画質です。もうちょっと下げてみましょうか。もうちょっと下げるとどうなのかな。よいしょ、 ISO 感度を例えば343にしましょうか。343にするとこれぐらいになります。それほど差し支えないですよね。 ISO 感度は低ければ低いほど画質は良くなるので、ある程度強い光を当てることができる環境であれば、ISO 感度は極力下げて撮影するとフルサイズのミラーレス一眼の画質に近づけることはできるはずです。このことから何が言えるのかというと、ある程度いいカメラ、カメラを買うよりもある程度いい照明を買った方がいいですよという話ですよね。iPhone でこれぐらいの画質の撮影はできます。できるので、あとは照明とか光の入り方で、角度とか撮る角度によって光の入り方も変わってくると思うので、撮る角度を工夫して撮影することで画質は iPhone でも十分良くなるので、まずはこのような工夫をするといいんじゃないかなと思います。はい、それではこの動画はこれで以上になります。この動画が役に立ったと思った方はぜひ高評価をお願いします。またご質問ご感想、動画のリクエストがある方はぜひコメント欄からコメントをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。